私だってやるときはやるんだから。面倒なことになったな。きっちり肩をつけるとするか。サンダーボルトテンポ。こいつ強えな。ギアセカンドゴムゴムのジェットウィング。まだ行くぞ。あ、とりあえず奴を先に切り替えがありそうだ。鬼、まだだ。待ってろ、ムートンショット。よし行くか。トラッカリ、邪魔だ。ゴムゴムのピスト。じゃあな、俺たちは先に進む。もっと強く。あら、あのクレイン、ガレーラと同じものじゃないかしら。の人たち、水怖くないの？ここはもう水面より高い場所なのかもな。だったら浸水の心配はもうねえぞ。結構上まで来たな。ああ、もう少しで外に出られるはずだ。まだ敵がいるのかよ。危ない、見逃すとこだったわ。こんな時なのにちゃっかりしてるわね。見えたぞ、出口だ。通り過ぎてるわね。行くぞ。よし、ルフィ、あそこに見えてるフックを。待て待て待て、それじゃ一周しちまうだろうが。
リム、大丈夫か？大丈夫、ちょっとびっくりしただけ。おい、ルフィ。リム、この感じなんか変。またメモリアキューブが安定していない。お前は鳩のやつ。よく来た、麦わらのルフィ。ウソップはどこだ？返してもらうぞ。俺を倒せるとでも？ゴムゴムのガトリンガー。うわ。見かけ倒しだな。フランキーの倉庫では分からなかったけど、こいつも強くなってやがるな。強くなって？何の話だ。なんでもねえ。今度も負けねえ。お前を倒してみんなで帰る。ぬるい考えだな。悪は全員ここで死ぬ。忘れたか、麦わらのルフィ。カティ・フラムのアジトでこの姿の俺に一つ気にされたこと。ルフィ、どうしてルフィがこんなに一方的に。まだ力が戻ってないっていうの？そうかもしれねえが、ただあの鳩野郎、間違いなく前よりも強くなってやがる。ここまでのようだな。さて、ニコロビン、おとなしく捕まるかここで死ぬか選ばせてやろう。やめろ、お前の相手は俺だ。選べ、自分の運命を。選ぶ？でもあなたの選択肢の中にはない。私は生きる。あなたたちには決して屈しない。ルフィがいる限り諦めないことにしたの。あの日、司法の塔でね。そこで無様に死にかけている男に全てをかけるか。面白い。その強がりがどこまで続くか見てやろう。何をしようと結果は同じだ。婚活！大したものだ、乱キャ会長！よし、行くか。竜巻！なんかいねえぞ。当たれ！残らず飛ぶ式だ。やるな。婚活！大したものだ。効かねえな。こいつはどうだ？俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。大丈夫、これでみんな直せる。助かった、チョッパー。おう、残らず地獄に送ってやる。婚活！大したものだ。よし、行くか。一刀流シッソンソン。大したものだ。サンダーチャージ。ウィンガーン。言ってなんかいねえぞ。待ってろ、アームポイント黒点ロゼオミチーリ。うん、
程度か。武士が待ルフィみんな大丈夫か。ミサッパ大丈夫だ、問題ねえ。随分な威勢だな。そんななりで何ができる。お前を倒せる、なるほど。行動で仲間を鼓舞する、なかなかのボスの器だな。みんなで帰るぞ。よっセカンド。まただ、ワニの時と同じだ。気抜くな、来るぞ。ナミさん、ロビンちゃん、気をつけて。また、これは一体何なの。これがリムの言ってたことかしら。きっちり型をつけるとするか。塩ビマイオニグギー、大したものだ。待ってろ、ムートンショット。怖くなんてねえぞ。待ってろ、アームポイント。よし、任せろ。ゴムゴムのピストル。こんなところでやられてちゃルフィが困るんだよな。ウトレンゲル。大丈夫、これでみんな直せる。助かった。舐めないでね、こう見えてなかなかやるわよ。ミラージュ。残らず地獄に送ってやる。ゴムゴムのガソリンだ。危機急騰流アシュラ一部に。大したものだ。アームポイント確定。ロゼオン。ミラージュ。俺に勝つつもりか。俺がゴムゴムのストーム。俺に勝つつもりか。よし、そこで言ってなんかいねえぞ。アームポイント確定。ロゼオン。舐めないでね、ミラージュ。うん、ゴムゴムのジェットバザーカー。六式を六王冠。きっちり型をつけるとするか。三刀流の八本土砲。言ってなんかいねえぞ。アームポイント確定。ロゼオン。なんで私なのよ。ミラージュ。六式を六王冠。俺がゴムゴムのストーム。飛ぶ式だ。言ってなんかいねえぞ。こ
これで元気になるぞ。助かった。ちょ、まずいわね。こミラージュ。よし、行くか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバザーカー。なんだと。いい調子だ。力が戻った。バカとは違ってな。だが部下を間違えたな。役に立たない部下はただの足かせだ。地獄で食えるがいい。部下じゃねえ、仲間だ。そして強いか弱いかは関係ねえ。あいつらがいてくれるから俺は負けねえんだ。ゴムゴムの違う、バダロジェットガトリンガまったくヒヤヒヤさせやがって。よし、ウソップたちのところに行くぞ。軍艦が集結してる。あの時と全く同じだわ。それだけで。おい、お前ら状況が分かってんのか。周りは海、後ろからは海兵が押し寄せてきてるぜ。前に進むしかねえようだな。おいおい、前って言ったってよ。大丈夫だ、とにかく走れ。聞こえた。みんな、声が聞こえてきたぞ。ああ、俺もだ、チョッパー。おっ、危ねえ。おい、メラ、一体何の話を。いいから、このまま走って。そう、また来てくれた。攻撃が激しくなってきやがった。だが、もうすぐだ。おいおい、強がりもその辺にしねえと、もう前が。弱くなってやがれ。みんな頑張れ。もうすぐだ。もうすぐメリーが来る。俺たちの仲間が。おい、本当か。こんなところに誰が来れるってんだ。来るんだよ、絶対に。メリー号が。メリー、お前らの船か。もう海は走れねえんだ。出るはずがねえ。
どういうこと？海兵が引き上げていくわ。様子がおかしい。どういうつもりだ？やっべえ、あいつら橋ごと消すつもりだ。目標、橋の上の海賊ども、砲弾を撃ち込め。なんて人たちなの？絶望的な状況なのに誰一人欠けてない。ルフィの言葉を、仲間との絆を信じて。力の源はそこにあるのかしら。ルフィたちは救助に来たアイスバーグの協力でメリーと共にウォーターセブンに戻った。
めんね。メリー、もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。分かってる、メリー。お前は今でも俺たちの仲間だ。僕は本当に幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。ああ、見ててくれ、俺たちの冒険を。もう一度お前と旅ができてよかったよ、メリー。元気だぞ。ちゃんと寝たしな。そう。メリー号、すごい船だったわね。ああ。
仲間も取り戻したようだし、今回はもうワフルドに戻る？いや、まだだ。まだ宴をやってね。そう。じゃあ宴でお腹いっぱい食べてから戻るのね。サンジの作るみずみず肉のバーベキューはすっげーうめえからな。リム、お前も食べたいだろ？え、私？そうね。気になるわ。だろ？ん？着いたのか？よし！俺も来れた！今回来られたのは、あたしとサンジ君とルフィか。早速、光る輪を探すわよ！って言いたいところだけど。ああ、町に海兵がうろついてやがる。これじゃあ簡単には動けねえな。なんかあったのか？そうみたい。ちょっと様子を見てみましょう。見つかったか？いや、あいつはマネマネの実の能力者だ。誰かに変身しているのかもしれない。アラバスタで麦わらの一味を逃がした後、ひな城の追跡からも逃れた手だれだ。やっと陸まで追い詰めたんだから、ここで確実に捕まえるぞ。
ああ、マネマネの実の能力者って確かボンちゃんだ。声が大きい。俺、ボンちゃんを助けて。ま、そう言うとは思ったが、今回は我慢しろ。なんでだよ。ボンちゃんにはすげえ世話になったんだ。見捨てることなんかできねえ。気持ちはわかるけど、ここで私たちが出てっても騒ぎを大きくするだけよ。あいつが今うまく逃げてるなら、そっとしておいてあげるのが一番。ナミさんの言う通りだ。それに、せっかく逃がしてやった相手にまたこんなところで会うなんて、あの野郎も望んでねえだろ。今の私たちの目的は光輪を探すことだから、今回は諦めて、ルフィ。わかった。こりゃ納得してねえな。いい？くれぐれも騒ぎを起こさないように、慎重に光輪を見つけるわよ。了解だ、ナミさん。ドゥクラフラッ。ボンちゃん。ああ、ムーギチワン。結局再会すんのかい。しかもこいつの頭に光る輪があるとはな。 あんたたちなんでこんなところにいるのよ。俺たち、光る輪っかを探してたんだ。光る輪っか。おう、でももう見つかったからいいや。ボンちゃん、今困ってんだろ。俺たち力になるよ。確かに、アチシは今、正直めちゃめちゃピンチよ。別の島で海兵に捕まったたちを、早く助けに行かないといけないのに。じゃあ、俺たちがボンちゃんをここから逃がしてやる。でもそんなことしたら、あんたたちだって捕まるかもしんないわよ。絶対捕まらねえ。ボンちゃんも絶対に逃がす。ボンちゃんには何度も助けてもらってるから、今度は俺が助けてんだ。すごい、麦ちゃん。アチシ、嬉しい。はあ、結局こうなるのね。仕方ねえ。確かにこいつには借りがある。あんたたちまで。よし、それじゃあポンちゃんを無事にウォーターセブンから脱出させるぞ。わかったわ。麦ちゃんたち、オンに切るわよ。何にしても海兵に見つからないことが重要よ。こっそり仮想海岸までたどり着いて、適当な船を奪って逃げるのが理想的な流れ。わかった。あんたが一番心配だわ。ま、見つかったとしても
そん時はそん時だ。そうね、麦ちゃんたちがいれば強行突破も夢じゃないわね。友情よ。クソ。シシ。何？こら！冗談じゃないわよ。そこまでです。タシギちゃん、あんた本当に女好きね。ひなさんの要請でミスター2を追ってきてみれば、麦わらの一味まで。俺たちは海岸まで行くんだ。どけ。どきません。あなたたちは全員ここで捕まえます。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのガソリンだ！まだ？キリハヤマ！まだまだ！行った！俺に任せろ！バーストと！やるな！なんで私なのよ！サンダーボルトテラスト！やるな。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットピストル。この敵強いです。気をつけてください。ムートンショット。やるな。その強度だ。まずいわね。こいつ強いわ。行くわよ、サイクロンテンポ。ゴムゴムのピストル。この敵強いです。気をつけてください。たとえ死んでも女はケラン。たとえ死んでも女はケラン。たとえ死んでも女は蹴らん。任せて。サンダーチャージ。ウィングアーム。強い。今のうちに行くぞ。え、これってボンちゃんの輪っかが光ってんぞ。あちしの輪。お前ら無事に戻ってこれたんだな。よかった。でもどういうこと？こんなに急に戻ってこられるなんて。あれ、ボンちゃんはどこ行った？ボンちゃんってまさか。おう、海軍に追われてるみてえだったから逃がしてやるって約束したんだ。つまりあいつが今回の鍵だったってことか。そうみたい。あの後は無事に逃げ切れたのかもしれねえな。うん、でも本当にそれであいつの望みを叶えられたのかしら。なんか中途半端なのよね。確かに二つ目の記憶のほつれがまだ残っているみたいね。あれを見て。え？
の野郎の記憶の残像だな。何か言ってるわね。海岸までたどり着いたっていうのに。海岸で何かあったのか。記憶のほつれを戻すためにも行ってみるしかなさそうね。よし、もう一度だ。行こう。